しまして。リカ、何度カレンダーを見ても、あなたが心を入れ替えて雛見沢を受け入れない限り、永遠に昭和58年の6月ですわよ。今日の仕掛けはとても念入りなのですよ。あらあら、何を言いますな。何重にも策を巡らし、相手を絡めとる。それがトラップの極意でございますのよ。パチパチパチ、それでこそ里子なのです。し、来ましたわ。 お手並み拝見ってことかよ。下がってろ、レナ、やつだ。もしかして見ろ、見え見えの罠だな、北条里子。ふん、ひひ、ケイチは朝からかわいそかわいそです。サトコ、かけっこでは私にかないませんわよ。リカ、勝負はかけっこではなく宝探しなのです。僕にも勝ち目はあるのですよ。それなら恨みっこなしの真剣勝負でございますわね。望むところなのですよ。リカ、さすが里子です。考えることは一緒なのですよ。ミパー、あらあら、ここから先はかけっこ勝負でございますわよ。笑う余裕はございませんのことよ。ごめんよ、すみません、お先になります。そうはさせませんわ。では、リカはまだまだお子様ですわ。サトコ、もうそれくらいで。僕の乾杯なのです。ちっとも悔しくないのですよ。勝ったサトコに僕からのプレゼントなのです。さすがリカは分かってますわね。おめでとうなのですよ、ニパー。な、何が起こったんですの。サトコ、顔。のトラップに対抗するために用意していたのですよ、ニパー。やっぱりリカちゃんにはかなわないね。あ、レナ。うん、ごめん、楽しくて疲れちゃったのかな、少し体調が。大丈夫か。うん、でも保健室で休んでから帰るね。ケンタ君は心配すんなって、元気になったら手伝ってやるから。私も顔を洗ってまいりますわ。こんな顔では恥ずかしくて外も歩けませんもの。今日はお開きみたいね。レナさん、許してくださいませ。全部わからず屋のリカが悪いんですの。私は必ず幸せな雛見沢を築きますわ。その世界ではレナさんも笑顔で過ごせますのよ。だからレナさん、そしてこれから巻き込まれるすべての皆さん、
ごめん遊ばせ。